今日の東京都なんですが、非常に残念としか言いません。もう言葉聞きできません。なんとか1万人は免れましたが、大丈夫と言ですこの人は気まだめが、何度も何度も緊急事態宣言以前から言ってます。今、まさに、オーバーゼーの局面を大幅に超えております。クラスターの効果、完成権を不明者の惜しい、異は怪物状態。今日の山の件、非常に残念としか言いません。逆に越え、過去最大に狭い勢いは、大丈夫と言えないですかふざけんなよ、うん こんな感染者、ふざけんなようん。色は聖火列。やはり東京以外しと考えられない。花粉症が原因と考えられます。はい。山形県、いつまで減るんですかおかしすぎますよふざけんなと言いたいです競技も緊急事態宣言出すべきです何回も言ってるんですよ若い人でも感染するんですよ症化もしちゃうんですよありえない話です。ふざけんなって言いたいです。はい。 そこへ新学行かないです。シェンプンチェクトをして。今日は純烈で、君がそばにいるから聞いてください。君がそばにいるから、悩むことはないのさ。熱い僕の心、恋が始まるよ。西の空染めてゆく。 沈む太を見つめて、ため息で涙ぐむ悲しい思い出。負けないでと囁く、君の声が聞こえた。愛は愛は奇跡奇跡、抱きしめてみる。 女神のような優しいその胸に願いを込めて静かに眠るどこからか青い鳥飛んできて幸せが舞い降りる 君がそばにいるから悩むことはないのさ。熱い僕の心恋が始まるよ <laughs>。裏切りが怖いから臆病な僕だった。 夢ばかり見ていても迷子になるだけ。運命は気まぐれで甘い恋を誘うよ。昼も昼も夜,も夜も夜も踊らせたがる <laughs>。不思議なものさ。 瞳を閉じならら素直な君の笑顔が映る信じるよ二人なら愛し合い生きる勇気に燃えるどんな長い夜でも 朝の光待ってる。君と僕の胸に恋が落ちてゆく。願いを込めて静かに眠る霊神のような 優しいその胸に願いを込めて静かに眠るどこからか青い鳥飛んできて幸せが舞い降りる君がそばにいるから 悩むことはないのさ。熱い僕の心。恋が始まるよ。<laughs> 何でも言います外出しなでください今日はタグにどうもおやめくださいアおやめくださいエッセーションにわかんもうおやめください来ないでください,早い休みは当然 !Stay home! バイバイ